ダニエル・ジョルジェ・ニクラエは、ルーマニア・ブカレスト出身の元サッカー選手。元ルーマニア代表である。現役時代のポジションは主に、セカンドトップだが、センターフォワードとしてもプレーした。ラピド・ブカレスト2000年に FC ・ラピド・ブカレストからデビューした。2001年は、主に B チーム扱いのエレクトロマグネティカ・ブカレストでの出場だったが、 自身の価値を示し、トップチームのレギュラーに定着した2002から03シーズンにリーグ優勝を果たした。2004から05シーズンは14得点で得点ランキング3位になり、チーム内得点王になったように得点力を開花させると UEFA カップ2005から06では、ムグレルブーガとの強力なコンビで予選本戦合計8得点を記録し、準々決勝進出に貢献。 また、同シーズンは、クパロムニエ決勝の FC ナショナルブカレスト戦で、決勝点を挙げ、優勝に導いた。オセール2006年6月5日に移籍金330万ユーロで、リーグアンのアージオセールと4年契約を締結する。2006から07シーズンは、UEFA カップで4得点したが、リーグ戦では苦しんだ。しかし、2007から08シーズンは11得点を、 上げて、チームを残留に導いた。その活躍にパリ・サンジェルマン FC からオファーをもらい、最終的にオセール残留したが、2008から09、シーズンは父が亡くなった影響もあり、32試合無得点と、ピッチ内外で苦労した。その不振のため、翌2009から10シーズンは、ジャン・フェルナンデス監督の構想外となり、シーズン前に期限付き遺跡に出されようといていたが、 新戦力のアレクサンドル・リカタが、シーズンすべてを欠場する深刻な足首の負傷となると、イレネウシュ・イエレンとコンビを築いた。同シーズンでは、2010年4月時点で、リーグ2位となるリーグ戦7アシストをするなど、得点よりも多くのアシストを生み出し、チームの3位にして、UEFA チャンピオンズリーグ2010から11、プレイオフ進出に貢献した。 モナコ2009の10シーズンを4得点9アシストで終了した後、2010年5月15日に契約満了で退団し、6月13日に AS モナコと3年契約で合意する。2010から11シーズン前の親善試合において、SL ベンフィカ、FC ディナボモ,モスクワを相手に、得点やアシストを決める校調差で開幕を迎えると、8月22日の RC、 ランス戦で初得点を挙げ、以降、オリンピックマルセイエやパリ・サンジェルマンといった、強豪相手に得点を挙げていたが、負傷によって、たびたび離脱し、チームはリーグドへと降格した。2011年9月4日、オセール時代に支持した、フェルナンデス監督率いる AS のンシーに2011から12、シーズン終了までの期限付き遺跡に出される。 2012年1月30日のフルス・オセール戦では、試合開始前にオセールファンから拍手で迎えられたが、2得点を挙げて、ナンシーの勝利に貢献するプレーにより、試合終了後にブーイングへと変化した。9番クラスのダール2011から12シーズンを6得点にアシストで終了した後、モナコとの契約を双方合意の下で解消し、2012年7月6日に、 同郷のダン・ペトレスク監督が指揮を取る、ロシアサッカープレミアリーグの f c クバンクラスのダールに2プラス1年契約で移籍した。クバンクラスのダールでは、自身の獲得を望んだペトレスク監督が退任し、レオーニドクチュク監督が就任した影響もあり、出場機会は11試合と多くを得られず、8月、下旬の FC ボルガニジニノブゴロドセン2013年4月、 下旬の FC ゼニとサンクトペテルブルク戦で記録した2得点にとどまり6月10日に契約を終了した。ラピドブカレスト復帰自由契約選手となった後、オセールとナンシーで支持したフェルナンデス監督率いるモンペレ HSC へ移籍間近と報じられたが2014年2月にフルス、ラピドブカレストで親善試合を戦い28日に正式に復帰した。 ルーマニア代表には2003年8月に負傷したフロリン・ブラテュの代役としてウクライナ戦に招集され2005から06シーズン中にレギュラーに定着した UEFA ユーロ2008では最初の2試合で先発を務めグループリーグ最後のオランダ代表戦は途中出場と全3試合に出場したが準々決勝進出ならず敗退した出展出展 代表での得点出点、FC ラピドブカレストアストラジュルジュ。ありがとうございます。